新しいサザンビーチ店ですね。幸せそうですね。行きますか。9時52分ですね。ちょっとかなり遅いです。先離れます。待って、誰が第1回目らしいです。さっきからあのゼッケンつけた人がずっと走ったりしてます。今日箱根に行くそうです。頑張るな。サザンビーチを越えて平塚入って今ファミリーマート虹ヶ丘店で休憩中です。で、ソーラーパネル、これモバイルバッテリースマホを充電するために持ってます。これかなり使えます。だいたい結構今日天気いいんで、30分あればそうですね、まあ、20% から 30% ぐらいは余裕で充電します。これ優秀です。かなり優秀です。今日は虹ヶ丘店で、後輩と会う約束をしています。それと、サザンビーチのサンクスでお世話になっていた当時店長さん、実は今ここにいます。逃げちゃった。マジカメラメンさん、ちょっと。いや、本当素敵な人。とりあえず今から出発します。
17時15分1号線下ってます。潮見橋通過です。一応小田原市入りました。市街地までは、11キロです。ちょっとやめ時を間違えました。小学校の僕4年生で高橋を人間を話しました。
まあ、もし探しようがね、例えば根元がポッキーっていうぐらいの津波をしますから、まあこれはこれでまあ、うん、出てるそしたらもう、うん、そうですね、そこまでの大きさね、ポッキーってポッキー流れるぐらいの津波が起こったら、まあ、しょうがないって肌が出ちゃうから、ね